とあるでエプロンを組んだので、こちらのパターンで組んだんですけども、ちょっと修正したいなと思うところ修正していきます。まずポケットは修正しないので、表示を隠しておきます。そして紐も、ウエストの長さが分かってから修正しますので、今は隠しておきます。そしてエプロン本体ですね、こちら修正していきたいので、エプロンの縫い代も隠して、エプロン本体のレイヤーのコピーを作ります。で、必要に応じて名前を変えます。エプロン02とします。エプロン02を修正していこうと思いますので、本体元のラインは表示を隠します。で、修正するのでいらない、数字は先に、消しておきます。こちら修正していきますね。後ろ、この端を後ろに7センチほど移動したいなと思ってますので、移動します。で、水平方向マイナス70でいきますね。垂直方向は0で、こちら後ろに7センチ移動しました。ウエストラインが長くなりましたね。少しここ鋭角なのが気になりますね。そうですね。こちら、裾も少しだけ左に広げたいと思います。2センチ。2センチ。54.3。そうですね。1.7センチ移動したいと思います。ということで、マイナス17ですね。少しだけ広がりました。そうですね。ちょっとここが鋭角なので、この曲線、ちょっとフレアを持たせたんですけども、裾をそんなに出さなかったので、両方、この端の点とこの端の点を少し下ろしたいと思います。シフトをしながら両方選択して、垂直方向に移動します。2つとも垂直方向に、そうですね、15ミリ、1.5センチほどちょっと下ろしてみますね。この方がなだらかな曲線になって、ウエストラインがなだらかになっていいかと思います。で、曲線を修正します。これぐらいの傾斜だったらいいかもしれませんね。少し上がりすぎなぐらいですかね。もう1センチか。5ミリ。1回5ミリし、下にもう1回移動しますね。下に5ミリ移動します。そうですね。これぐらいでもいいかもしれないですね。このようにします。本当に前中心と後ろまでの傾斜が2センチだけになったっていうことなんですけど、これでいいかな。こういう感じで。そして、このポケットの傾きが、ちょっと、端に対して傾きすぎているのが気になるので、これも回転していきますね。まず基本線を見えるようにして、ここ、選択ツールでポケットを触って選択して回転していきますね。ここアンカーポイントですね。ここを軸に回転していきます。少しラインを整えた方がいいかなと思います。このぐらいですかね。前と後ろのポケットの高さが、ちょっと差がありすぎるかなという感じですね。ポケットの位置も少し修正していきたいと思います。ここ高さ8センチなので、ここを測ってみますね。物差しツールで少し測ってみて、どのぐらいなのか。6.4。
なので、まあ、1.5 センチぐらいもう一回剃ります。こちらですね。垂直方向に 1.5 ぐらい剃りますね。はい。これで、まあ、前と後ろのバランスが割と良くなったかなと思います。もう一回物差しで測って、まあ、ほぼ8センチなので、これでいきたいと思います。この辺は、ラインを整えて、こうですね。ポケット、前ポケットも少し中心寄りにしたいと思います。一回、この2センチ移動します。前は知らないです。右に2センチ移動ですね。垂直方向で。はい、2センチ動かしました。うん、これでまた、トワルを組んで確認したいと思うんですけど、最初のトワルのラインを見てみます。これですね、比較。まあ、結構傾斜があったのに対して、後ろこちら出したかったので出しました。でそのままね、ここを移動すると急な角度になるので、少しなだらかにしてみました。まあ、そのエプロン02も悪くないと思います、このライン。新しいラインですね。ポケットの位置もこうですね。またこれでトワルを見ていきたいです。そしてウエスト何センチなのか。あ、ほぼ50センチなので、計算しやすいですね。偶然50センチになったので、これで、紐を修正していきたいと思います。そしたら紐も、ここがウエストラインが50センチになったので、ここからここが 43.2 だったので、6.8 センチ移動していきますね。で、また紐修正する前に、同じレイヤーをコピーします。レイヤーをコピーしますね。紐のコピーっていうのができたので、名前を変える場合は変えます。私は番号で分けてます。そして、レイヤーの位置も移動してもいいと思います。で、元の紐ですね。みんな表示を隠します。そして紐ゼロに新たなできたレイヤーを、修正していきます。こちらの長さ 6.8 センチ移動します。43.2 センチだったウエストラインが50センチですね。50センチに増えたので、その差 6.8 センチなので、まあ、ここだけ右に 6.8 センチ出します。68ですね。そうですね。測ってみます。ここですね。50ですね、ほぼね。50センチになったので、これが合い印合いますね。ノッチが合うところに位置してくれてますので、縫いやすいです。そして、このノッチ一回してますね。紐通し口を前中心から 15.5 のところに作りたいなと思いましたので、トワルを確認したら、前中心から 15.5 センチのところに紐通し口があったらどうかなと思ったので、ノッチを新たに入れていきます。15.5。そしてこちら、逆方向ですね。チェックメント分割チェック入れません。線幅はちょっとわかりやすく1ポイントにします。そちらですね。そしたら紐の方にもノッチを入れていきます。こちらから 15.5、まあ、逆方向の方から始めますね。P を押します。できましたね。この点から 15.5。そして順方向なので、次は順方向にチェックして、P ですね。P を押します。はい。ここの長さ、同じようになりました。ですね。そして元の縫い代はこうですね。広げる前、パパンを出す前の縫い代はもう使えないので、新たに縫い代をつけていきます。まず紐から縫い代をつけていきます。紐を選択して縫い代ツール。そしてもう保存する1センチというのをクリックすると、プレビューを押すと出てきますね。
これでいいかと思います。まず、前中心、ちょっと縫い目、本番は入れるかどうかわからないですけど、とあるは前中心に縫い目を入れて適用ですね。はい。紐02の自動作成縫い代ができました。あっという間にできましたね。そしたら、このエプロン本体にも縫い代をつけていきます。エプロン本体を選択します。選択ツールで選択します。そして、縫い代ツール。ですね、押します。でエプロンっていう前保存したコマンドセットを押してみます。そしてプレビューを押すと同じですね。ここが2センチの縫い代、他は1センチまずつけていきますので、適用を押して縫い代を作成します。ここにエプロン02の自動作成縫い代ができました。そしてですね、2回目のトワールですね。これから組むトワールは、縫い代ここなし、前中心はなしにして輪で取っていきたいなと思いますので、まあ縫い代1センチいらないので、ここですね、ここ1センチなんですけどいらないので、この線だけ左に1センチ移動して輪にします。マイナス10ですね、移動して、はい、ここですね。前中心はで取りたいので、縫い代をこちらに揃えました。たらまあ、あの、和の記号を入れてもいいんですけど、今は、和って書きますね、日本語で。和。ちょっと文字も大きくしておきます。そうですね、和。ここを和で取りますね、この線。いいですね。もうこれで2回目いきたいと思います。2回目なのでね、パターンちょっと分かりにくくならないかな。ここに2とか2回目なので2って入れときますね。あのこれメモです。こんなこと、はい、これで修正が済みましたね。まあ、またトワール組んで修正があるかどうか見ていきたいと思います。